はい、たけし農場です。午前中ね、ちょっと、親戚のおばさんの家行ってきて、午後ね、農作業始めようかなと思ってたら、風が吹いてきちゃいました。で、農作業の様子をね、動画に撮りたいんですが、風吹いてるとちょっとボソボソとね、ノイズが入ってしまうので、今日は午後はちょっと農作業やめます。で、農作業ができない時のルーティンっていうのが、大体まあパソコンだよね。動画を YouTube 用に編集と、あとブログやってるんでね、ブログの方の下書きなんかを、農作業がね、できない時のルーティンとして考えてるんですが、それと、午前中ね、白鷺公園に桜見に行ったんですが、その時に、なんか不文寺さんもね、あ、不文寺じゃない、ごめんなさい、朝鮮寺か、朝鮮寺さんに、なんかね、ピンクの花が咲いててね、綺麗だったので、これからね、ちょっとそれを、撮影して、その後ちょ農協さんの方にね、ニラとかキュウリの栽培の資料がね、もし農協さんでいただけるんだったらちょっともらってこようかなと思ってね、朝鮮寺へ寄った後農協へ寄って、その後、100円ショップでね、午前中買い忘れたボタン電池 LR44 のボタン電池をね、帰りダイソーで買ってこようかなと、そんなことでね、今日の午後は、農作業の、できない時のルーティンになります。やはり天気予報、3期の天気予報って当たるよね。午後なんか風が吹くよって予報だったんで、どうしようかなと思ってたんですが、やっぱり風吹きました。もうね、気象予報始まって、まあ、何十年もやってるんでしょうからね、そういうノウハウもあるんだよね。こういう気圧配置の時にはこうなると、まあ理論的な裏付けがあるっていう、ことはね、まあ、その通りに間違いなくなりますからね。ですから、もう本当最近の天気予報はよく当たるなと。ただ、あくまでも予報なんでね、イレギュラーも発生しますんで、まあ 100% 完璧じゃないんだけど、まあ、完璧に近い予報してきますよね。そういう点ではね、すごいなと思うよね、最近の予報は。だから農家やっていくのにもちょうどいいよね。で、これからね、チンゲン菜とキャベツかな、キャベツを巻こうかなと思ってるんですが、日月あたりがちょっと雨マークになってたかな、土日か日月か、どっちかの雨マークになってたんで、その前の日あたりをね、見計らってね、チンゲン菜とキャベツを巻きたいと思います。それと、まあ、一応予定として考えてるのはニラの移植です。で、去年ニラ植えたんですが、何箇所か株が弱っちゃって、大きくならないという場所があるんで、そこをね、掘り起こしてね、また違う苗を植え替えようかなと、そんなのもね、一応作業として、考えてます。それもできればね、雨降る前にニラの植え替えをやって、まあ雨降って 2、3 日以降ちょっと土が湿ってるっていう状態がね、一番ベストなんで、その雨の様子をちょっと見ながらね、ニラの植え替えをやっていきたいと思います。まあ種まきの方はね、別に雨降んなくても
まあ、いくんちかちょっと発芽が遅れるくらいでね、どうってことはないんですが、ニラのそういう植え物はね、やはり雨降ってた方が、雨降った方がいいんでね、ちょっと雨の前を見計らって、やれたらなと思ってます。まもなくね、右側が白鷺公園です。で、先ほどね、午前中、通った道と同じですね、白鷺公園の方へ回って、その後が朝鮮寺さんになるので、ちょっと朝鮮寺さんへ寄ってから農協という道順になります。はい、ここを右折して、で正面がね、朝鮮寺さんの本堂です。ここをとりあえず、はい、なんかこんなとこにあるんでね、車が止まってますね。なんだろうね。あ、休んでんだ。こんなとこで休まないよ、駐車場入れろよって感じですけどね。で、この左側が朝鮮寺さんになります。で、なんかね、ピンクのね、大きな木が見えたんで、これなんだろうね。あ、どうしようかな。行き過ぎちゃった。駐車場行き過ぎちゃった。どうしようかな。いや、ちょっと、お寺さんの前に車を止めさせてもらって、これはビデオじゃなくて、今風吹いてるんでね、写真にします。これはしだれ柳っていうのかな、何なんだろうね、このピンクの花、なんていう木だろう。まあ、ちょっとわかんないんですけどね。はい、撮っていきたいと思います。はい、朝鮮寺さんでね、何枚か写真を撮らせていただきました。ありがとうございました。これから農協に向かって出発します。あ、いけね。鍵入ってなかった。エンジンかかんない。よいしょ。はい。よいしょ。これはしだれ桜か。しだれ柳じゃなくてね、ちょっと家帰ったらネットで調べたいと。およウインカーも上げないで、すごいな。まあ、結構栃木県多いよね。自分もそうなんですけど、ウインカーも上げないで気ままに曲がっちゃうという。ほんと、人のことは言えないんでね。今のプリウス、うん、なんだった。ウィンカーありませんでしたからね。よいしょ。あ、あの車、あ、プリウスじゃないか。あ、向こうまで行っちゃおうか。よいしょ。はい、ここを右折します。やっぱり風が少々吹いてますよね。ちょっとこれで表で動画撮るとボソボソ入っちゃうんで、今日はちょっとやめます。あ、なんか町役場なんか やるのかな。足場が組んでありますね。はい、この右手はね、さっき間違えた不問寺さんです。自分ちのお寺さん言い間違えてるもんね。朝鮮寺のご住職に怒られちゃうね。
自分ちのお寺の名前ぐらい覚えろってね。はい、たけし農場は、朝鮮寺さんです。ここがね、上の川町のメインストリートになります。って言ってもね、ほとんどお店ないんだよね。ですから日中この両側歩道ありますけど、歩く人ってほとんどいないです。まあ近くにね、あの大きなショッピングモール、インターパークができちゃいましたんでね、そこへ行くとほとんどの、ものが揃っちゃうんでね。まあ上の川に住んでいる人はまあ大体買い物は行っちゃう、そちら行っちゃうんじゃないかな。あと食料品はね、地元に、霞と平屋かながあるんで、まあそれで間に合うとしても、まあちょっとした買い物はインターパーク FKD、そこ行けばね、病院以外のものはほとんどあるんでね、まあそこで、間に合っちゃうっていうのが現状ですね。JA 宇都宮の、上の川 AK センターです。正面のね、片側三角形の屋根が JA 宇都宮になります。よいしょ。まあ、ここに、JA さんのね、機械化センター、農機具部門もあるんでね、営農家か、営農家へ行った後ちょっと農機具センターの方に寄ってね、この間お世話になりましたんで、農協さんにトラクターではまあ行ったな、あれにはな。まあいい勉強にはなったけど、あまり経験したくないよね。だって車のバッテリーがあれだったら怖いよね。だって2、3分前まではね、ちゃんとセル回ってね、エンジンかかったんだもんね。だから例えばコンビニなんか行って、なんか買い物してかけようと思ったら、うんともすんとも行かなかった行かないそんな感じだもんね。焦っちゃうよね、エンジン止めるのが怖くなっちゃうよね、そんなことあったら。まあ普通の車の使い方でしたら、そんなことはないんじゃないかなと思うんだけどね。まあ農機具用のバッテリーって、特殊な使い方、まあコンバインなんかね、秋口1ヶ月くらいしか使いませんもんね。まあ車はほぼ周年使いますけど、だからそういう使い方の農機具ってのはバッテリーも過酷なんじゃないかなと思うんだよね。そんなんで特別じゃねえ、突然壊れるなんていうトラブルがあるかなと思うんですけどね。はい、ということで JA さんに着きましたんで、これから営農家の方へ行って、野菜作りのね資料もしあったらもらってきます。
うん、うん、だから僕へのいかないと。はい、行ってきました。断られちゃいました。まあ結局部会として、やってる部会っていうのは農協の外郭団体なんでね、部会としてはやってるんだけど、農協としてのその資料は持ってない、出せないっていうことでした。だから結局はその栽培やっている農家さんのところへ行って聞いてくるか、その資料を持ってればね、借りるしかないそうです。まあそれが分かっただけでもね、半歩前進なんでね、まあ近くにいるんで、まあ近くの人に聞きましょう。それが一番簡単そうです。キュウリやってる人って誰かいたかな、近くにな。トマトはいるんだけどな、プロはな。ニラとトマトはプロいるんですけど、キュウリ誰かいたかな。まああとは高橋さんとこ行くしかねえな。もう自分もね、30年前、40年前なんでね、もう第一線を退いてかなり経つんでね、覚えてないよね。いつ頃種まくんだっけ。その世界ですからね。もうそっから勉強しないとね、いけないんでね。まあイチゴはね、同級生がやってんで、イチゴはプロがいるんですけど、よいしょ。まあかといってね、この年でそういう部会に入ってやるのにもね、変に期待させちゃうからね。じゃなくたってどんどん減ってるのにさ、まあ部下に顔出して勉強だけして、出荷実績ゼロってのもね、申し訳ないんでね、まあちょっと資料の集め方は考えますということで、今ダイソーまで来ましたんで、ちょっと電池買ってきます。はい、今 LR44 買ってきました。これでね、うちの温度計復活すると思います。で、話途中になった、なっちゃったんですけどね。年に一回ね、農協さんで、例えば、トマト作るとか、キュウリ作るとかっていうと、トマト部会、キュウリ部会、ほうれん草部会とかね、そういう、出荷団体、出荷組織があります。で、その出荷組織っていうのは農協の直接の株組織ではなくね、農協の外郭団体ですなもんですから、そこへ加入すれば一応ね、そういう講習会出て、いろんなことを教われるんですが、まさかね、出荷しないのにね、そういう部会に入って講習会だけ受けてっていうのもね、なんかね、詐欺っぽいんでね。ただね、売り方としてはね、別に農協へ出すばかりがね、売り方じゃないんで、今は道の駅とかね、そのネットで売ってるなんて人も いるでしょうし、また自分で直売所を経営するなんてのもね、ありますからね、ただ、農協としては、まあ、生産者団体を作って、まあ、そちらでね、まとめて、農協に出荷してもらえれば、農協もね、手数料を取れますからね、その出荷手数料っていうのも結構農協ではバカにならないね、まあ、大きな収入源にはなってるようです。ただね、先ほども言いましたように、出荷する気ないのにね、生産部会に入って勉強だけ教わるってのもね、ちょっと心も、ね、まあ、心苦しいんでね、はい、
ちょっとそれはやめます。よいしょ。車止まってる？大丈夫か？ビニールハウスか。農道を走るときはね、ちょっと遠くを見渡してから走るようにしてます。で、自分の行く先にね、農家の車が車を止めてね、作業してないかどうか。この道幅ですとね、ちょっともうすれ違うの厳しいんでね、止まっているような場合はね、ワンブロックちょっとずらしてね、違う場所を通るとかね、まあそういう工夫を自分はやってます。ただまあ一般道路なんでね、入ってってもねどうってことないんですけどね、結局すれ違いないんで、農家の人に車を寄せてもらわなくてはならないんでね。で、特に田んぼに水張っちゃって草取りとかね、稲の差し替えなんかやってる時にはね、農家の人が車まで戻ってくるのに時間かかるしそんなことやってるんだったらね、ワンブロック脇の道行っちゃった方がね早いですもんね。まあ自分もね、専用の道路ではないんで、農作業中でもね、クラクションが鳴らせばね、自分の車まで戻って、寄せることは寄せるんですけどそんなのや、ね、待ってるんだったらね、ワンブロック別のところを走っちゃった方がいいもんね。あ、これが森さんですね。でっかいトラクターだな。何馬力だろこれすごいね。あれ、後ろについちゃった失敗したらまあ早いから大丈夫でしょう。2m40 だってこんなの走ったら迷惑だよね2m40 たけし農場が昔使っていたドライバーハローと同じ幅です。ただトラクターが大きいんでね、あんまり大きいって感じないよね2m40 なんて車農道を走られたら迷惑だよな。今ねトラクター乗ってた森農場さんも32ヘクタールって言ってましたね。この間聞いたらもう70過ぎですからね、森さんも。まあ、よくやってるよね。あれ、こっち向かってんのか？にゃんじゃにゃんじゃ。にゃんじゃっちゃっちゃっちゃ。どこ行くんだろう。なんか追いかけっこやってますね、森さんと。ポーランドですね。ポーランドの何馬力だろう。115って書いてあるのかな。115馬力いますね。よいしょ。ちょっとね、レンゲソウの様子見てきます。はい、戻ってきました。花はまだですね。よいしょ。
どうしようかな。今日はないか。なんだろう、なんか入ったぞ。ロータリーを下ろしたまま曲がっちゃうの？すごいね。今ロータリーを下ろしたままハンドル切ってますよ。あれやるとトップリンクにすごい負荷かかるんだよね。下手するとあのトップリンクの付け根が折れますからね。やっぱり大きくやってる人は作業の大まかなんて言うと怒られちゃうけど、お前に言われたくねーって言われちゃうけどね。よいしょ。あ、いけね、ウインカーが伸ばされた。なんかちょっと天気がね、はっきりしないね。予報は晴れだったんですけどね、相変わらず風が吹いてるよね。農協から資料はもらえなかったんだけど、電池は変えたんでね、まあよしとしましょう。午前中忘れなきゃね、もう1回で済んだんだけど。忘れちゃいました。今2時なんでね、どうしようかな。風はやみそうにないんだよね。いやらしい風だな。よいしょ。まあ、とりあえず今日はこれでオフにしましょうか。動画の編集とかそういうのもあるしね。よいしょ。はい、そういうことで現着です。